はい、皆さんこんにちは、お元気ですか、お絵描きうまくなろうクラブの花です。はい、ということでですね、今日も似顔絵のレッスンということでやらせていただきたいと思います。今日は、似せる力ということで、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日のモデルなんですけども、鴨頭義人さんというですね、YouTuber さんなんですけど、まあ始まりは YouTuber ではなくて講演家ということで、最近私がどっぷりとハマって見ている YouTuber さんですということですね。はい、まあメインは講演家、まあ、講師ですね、講師業をやられている方なんですけども、今日は、私この方が最近大好きになったんでこの方を描いていこうと思います。はい、じゃあ描いてみますね。まずは顔の配置と、まあ、構図ですね、構図決めです。顔を描いて、上はまん丸、下はこうですね。で、グーポーズですね。このポーズをよく、されるんですね。グーポーズと。いいですね。こちらにもグーポーズですね。はい、選挙の車が通っておりますと、やめてくださいと、こちらは撮影中ですよということで、こんな感じで、はい、で、ですね、はい、はい、下では息子が叫んでおりますと。かなり賑やかな、環境で描いておりますけども、ぜひちょっと、目をつぶっていただいて皆さん温かい目で、見ていただければと思います。さあ、こんな感じで体は描いてみましたですね。いや、これ昼間の撮影はかなりこれ雑音が入ってしまいますね。申し訳ないんですけども、ちょっとどうしても今日昼間にね描きたくて描いてますね。はい、今まだ10時ですけど、で、はい、顔次下書きしていきましょう。こんな感じで似顔絵なんで顔は大きめで描いてあげましょうね。はい、何かストレスが溜まってるようです。はい、じゃあ次目です。目の感じをこう、見てあげて、眉毛こっちの方が上がってますね。こんな感じで、で鼻が結構横にワイドに広いですね。で、顎のスペース結構あるんで、口はちょっと上目ですけど、鼻の下も若干広い印象ありますので、ぜひそこも忘れないで押さえてください。かなり下げております。目元が特徴ありますね。こんな感じで、はい、で口も割と特徴がありますね。はい、こんな感じで、このサイドの、ね、空間が広いですね。これを押さえて、描いてください。で、こんな感じで、ここから広めの、割としっかりした顎がこうありますとですね。はい、こんな感じでやっていきましょう。
まず顔から描いていきます。こめかみからいくっていうことですね。ペン入れですね。はい、この辺りから切り下ろして、ちょっと、インクが出ませんね。切り下ろしていって顎に向かってこういく感じですね。ちょっと一回離しました。でこっちからまた、来ました。はい、では次、頭を描いていきます。こうですね。しっかりと全体を見ながら、こうですね。はい、では次、耳を描いていきます。耳はちょっと目より上のあたりでしたね。では顔の中描いていきます。はい、じゃあ描いていきますね。もう目元が一番特徴が強いですね。結構垂れ目な、グイッとこう目尻にかけてグイッと入り込むような垂れ目な感じの目ですということで、それを描いていきます。で目尻のシワですね、しっかり表現してください。グイッと入り込むんですね。はい、でウインクですかね。今回ちょっとウインクした、写真を選びました。まあ皆さん本当にニコニコっていう顔で描くんで、ちょっとウインクの感じで新しい見たことない感じの似顔絵したかったんで、このウインクの絵にしました。白目ですね。グイッと入り込むですね。で目尻のシワとことですね。であとは目の中、ここですね。でこっちの眉毛はちょっと上がってますねということでしたね。はい、いい表情が出てますね。眉毛ってだいぶ表情が変わるんで、こんな感じですね。こんな感じで次鼻ですよね。この鼻も、結構大きめですよね。これをしっかりと表現してあげましょう。大きめで横に結構ワイドですね。来て、この辺りほうれい線ですね。しっかりとほうれい線も表現してあげてくださいね。年相応で描かないとやっぱ見せるのは難しくなります。そうで描くというのも見せるポイントの一つなんで、ぜひ皆さんやってみてください。口もね、かなり特徴あるんですね。このなんか可愛い口してますよね。無邪気な、
可愛らしい感じの縁をしてますと。でここの、スペースが結構空いてますねということで、これをしっかりと表現してあげましょう。こうですね。で歯は上の歯がかなり大きいですね。これを表現してあげましょう。こうですね。こう、こちらからもこうということで。はい。で唇は、ね、笑ってるんで薄くなってるのもありますけど、まあ薄い方でしょうね。こんな感じで。こうですね。はい。でこちらからもこう描いてみて。で顎は割と広い。大きめの方なので、こんな感じですね。はい、こうしてこんな感じでしょうね。はい、あとは体を描いていきましょう。で、手は手前にあるものから描いていくと、間違いなく描けますということですね。奥のものから描くとこの手にかぶってしまったりするんで、まず手前にあるものを描いて、奥にあるものはしっかりその、はみ出さないように描いてあげると、後ろのものはしっかり描けますということですね。はい、じゃあ手を描いていきましょう。まあ、何回も言いますけど、ぜひ、本当に、勉強になりますので、皆さん、見てみてくださいね。鴨頭城志人さん、はい。元マクドナルドの社員を20年されてたそうで、それを辞めて、独立されて、何かそう飲食店をやるんではなく、そこで、得た、ノウハウ、知識を、ですね、伝える仕事ですかね、まあ、ビジネスでしたり、考え方、本当に勉強になりますので、ぜひ皆さんも見ていただきたい YouTuber さんの一人です。まあ、講師、世の中に講師を作りたいということで、その自分の思いを伝えてるんですけどね。まあ、講座も本来は、有料の講座のなんですけども、この方はそれを無料で YouTube で、まあ、一部なんでしょうけどね、一部を公開、一部言うてももう動画の本数1400本ぐらいいってるらしいんですね。はい、僕らなんてまだ、お絵かきうまくなるクラブ、まだ現在が170本ぐらいですからね。はい、とんでもない動画の本数ですから、見応えはありますよね。もう今暇さえあれば、まあ、それを聞きながらこう絵を描いたりしてます。さあこんな感じで手は、こっちの手できましたから、こっちですね。はい、だんだんいい感じで出来上がってきてますね。とこんな感じでしょうね。はい、これで大体のペン入れが完成ということですね。
からは、色付けまで今日やっていきたいと思います。この顎の下には影が強く入るので、こうやってちょっと影を意識した作画をしてみてもいいかと思います。はい、ではここからは色付け作業に入っていきます。色付けは、一水彩絵の具です。その前にこの、描いた下書き邪魔なのでこれを消していきましょうということですね。はい、まあ、先ほど、こちらですね、下書きどうやって消してるんですかっていう前コメントもいただいたんですけど、下書きは、普通にごく一般的な画材屋さんで売ってますこの、練り消しですね。練り消しで消してあげてください。これ消える色鉛筆なので簡単に消すことができますのでね、こんな感じですぐ消えます。で、消えてない部分があったとしてもですね、このグリーンとか青とかの色ですと、血管、この皮膚の中の血管の色とこう同じ色なんで、そこまで違和感が出ないですね。ちゃんと綺麗に消えるんですけどね。はい、まあ、肌色で下書きする方もいるんですけど、肌色だと僕ちょっと見えづらいんで、こっちの黄色色鉛筆ですね、これ使ってやってます。では次、私はこの油性の色鉛筆、次ダーマトグラフっていうんですけど、これをちょっとハイライトの部分に一気に入れていきます。はい、これ塗る前に油の油性の色鉛筆乗っけることで、水彩の絵の具はその上に乗らないんですね。なのでこれで今から描く部分が白で浮き出て、残るわけですね、絵の具で塗っても。はい、そんな形でまずこちらでハイライト部分を入れていきます。はい、まあ、写真を見ていただいて、ハイライトどこに来るかですね、まあ、このおでこのあたりですね、ちょっと強めに来てますと、あと逆サイドにちょっとありますね、書いたりとかですね。で、ほっぺのこのトップら辺にも来ます。でちょっとこれ角度を変えると分かりづらくなるんですけど、見えますかね。自分の見る目線を変えて、ちょっとこれ見えにくいんですよ、白なんで、白の上に白のっけてるんで、角度変えながら、あと、照明があれば照明の角度を変えてあげると、その油性なんで光って、見えやすくなりますのでやってみてください。で、鼻のトップですね。で、光は主に、メインでこっち側から強く当たってます。なのでこっち側に大きめのハイライトが来るわけですね。で、顎にも行きますね。で、あとは、まあ、この服のあたりとかですね。このスーツがちょっとね、白い線入ってるんで、ストライプでね、これもちょっとこれで簡単に入れてあげましょうということですね。部分はだいたいいいかな、この、まあ、おでこの部分、このほっぺたのトップの部分、鼻のトップ、頭、そして顎ですかね。あと唇ですね。唇もこのハイライトの方向、こちら左側ですね。耳のこの辺にも一発入れてあげてもいいかと思います。はい、これで色付けに入っていきます。色付けは、水彩絵の具ですね。まあ、私が使っているものは、こちらですね。ホルベインですね。ホルベインのアーティスティックウォーターカラーですね。で、このジョーン・ブリアン。1とね、ナンバー1とナンバー2あるんですけど、それを1対1、もしくは
ナンバー2、ちょっと濃いめの肌色ですね。これを強めに入れてあげると、まあそれはですね、色白でしたらこのナンバー1、多めですね。で、色は、割と濃い方でしたら、その、ナンバー2入れていただければ、その調節ができますので、ぜひやってみてください。はい、まあ以前の動画でも説明してるんですけど、すべてちょっと紹介しましょうか。こちらクマトリ筆という筆で、ぜひ塗りをやってみてください。これも太さがね、何種類かあるんですけどね、こんな感じで。はい、で、出してる出版、そうですね、まあ、トゥーから出てたり、いろんな菊屋さんから出てたりするんですけど、うん、まあその辺はクマトリ筆だったら何でも大丈夫だと思います。じゃあまず顔の色から塗っていきましょう。顔の色から、塗る理由もこの後説明します。水をたっぷり含んで1回3回ぐらいですかね。こんな感じ。もう僕水彩絵の具は以前前に使ったやつが固まってても、それを水彩なんで、ね、水を入れたらこう、もう一回再利用できるんで、前回使わなかった絵の具が、次回また水で復活するということなんで、アクリルガッシュとかよりはめっちゃいいですよね。便利です。無駄なく絵の具を使えますというですね。でこれなんですけど、水の分量っていうのは本当に難しいんですけど、絵の具の量によって全然変わるんですけど、まあやっぱ描いてるうちに感覚ですね、こう水の含んだら、あ、これぐらいの柔らかさかなっていうのが分かるんで、ちょっとそれは皆さん試行錯誤してやってみてください。では塗っていきます。もうこれベタで塗りますよ。本当に塗りはシンプルです。もうベタで、これはみ出さないように塗り絵です。本当に一回このベタで全部塗るんです。簡単です。この白いとこ以外塗ってあげてください。白というのはこの目の白目のとこには絶対はみ出さないでください。でこの歯の部分にも塗らないでください、ね、こんな感じで、先ほど言ってた、ダーマトグラフの油性の部分が浮き出てきますということですね。あ、言ってたそばから塗っちゃいました、やっちゃいましたね。これまた後で、お伝えしますね。やっちゃった時ね、どうすんだと。今塗らねえと言ってたじゃないかということなんですけど、お伝えします。しっかりこの回避方法、これも多分皆さん使えると思うんで、回避方法ですね。はい、少々にベタなんでもバッと短時間でいただきましょう。絵の具なくなるんですよね。これなくなったらまた追加で足して水で薄めて作りましょう。これちょっとギリギリいっちゃいましょう。肌色の部分ここで終わりなんで頑張れというか、アイコですね。はい、これで、肌色の部分しっかり塗れました。これ水の量が多すぎるとかなりしゃびしゃびになって薄い色になって真っ赤ってしまうんで、それも何回かこう試していただいてね、やってみてもらう感じですね。でこれ色紙によって水彩絵の具が染み込む色紙、染み込まない色紙があるんですけど、私はいつも青果堂っていう、まあ、大阪のお店なんですけど、そこで色紙を用意してもらってるんですけど、色紙の、竹っていうタイプがあるんですね、はい、竹っていう色紙を購入していただいて、まあ、花と竹、何でしたっけ、もう一個、ちょっと忘れしました。3つあるんですけど、まあ、竹というやつを使って、一番ちょっと高いんですけど、こんな感じで水をすぐ吸収するタイプの丈夫な色紙になりますので、ちょっと高いんですけど、はい、こんな感じでやっていきます。でこの回避方法についてなんですけども、こちらですね。はい、シグノさんから出てるこの、ホワイトですね、イラスト用の太字
です。これを、仕方ありません、ちょっと間違ったんで上に乗っけてあげましょうということですね。はい、こんな感じで、そしたら白受け復活です、ね、はい、では次、はい、これです。絵の具のパレットあります。これ汚いんですかね、ちょっと汚いですけどすいません。これを次はほっぺとかにですね、人間らしい血色を入れていきます。ピンクで、ちょっと色味を足していきます。今かなりベターっとしたね、濃淡なイラストに見えるんですけど、ピンク入れるだけでもちょっとね、人間味が出たり立体感が出たり、ピンクでも立体感出せます、若干ね、はい、よし、こうで、このね、全部説明しましょうかね。何でしたっけね、色、これオペラっていう、この濃い色がね、オペラっていうんです。オペラっていうピンクで、こちらブリリアントピンクでしたかね。はい、思い出しました、ぜひそれを混ぜて、でブリリアントピンクをメインでちょっとオペラを混ぜるといい感じの色味になります、はい、こんな感じでちょっとピンクをつけていくんですね、まあ、ほっぺは血色がありますので、ほっぺで鼻の頭とかもありますし、耳も強くあります。血色で、皮膚が薄い部分が、ピンクが中の血管の色ですね、出やすいんで、こんな感じで、あとまあこのハイライトの部分ちょっと入れて、僕はなんか基本ハイライトの部分をちょっと入れてますね、こんな感じで、はい、こんな感じでね、全然肌色一色の時よりは違いますよね。ピンクをこう入れてあげるだけで人間味が出るというか、温かみが出て、そして立体感もついて、全然見応えがちょっとずつ出てきますというですね。手の指先もね、皆さん見ていただいて分かるんですが、赤い血色が強いので入れていきますね。最初は薄い色から入れて、後からちょっと濃い色を、上に乗せて足していくようなイメージですね。あんまりピンク入れすぎると、まあ、男性の場合ちょっとピンク強すぎるとロッと気持ち悪くなるんで、まあ加減、最後はだいぶ水でどっぷりと浸からせたものでこうなじませてあげるようなイメージですね、はい、この水彩の場合はこうじわっとこう広がるんでね、水で、なのでこれで最後になじませてあげると、こんな感じですね、で次はどうしようかな、背景いっちゃいます。あ、すみません、背景に行ってしまいますね、背景はちょっとこの人の、キャッチコピーが炎の講演家ということで、炎のイメージいきたいと思います、はい、で描き方なんですけどね、またこれも薄い色から徐々に濃い色に塗っかけていきます。火の色ってだいたいこの、まあ本当に明るい部分は白から黄色、黄色から濃いめの黄色、そしてオレンジから赤ですね。これぐらいのグラデーションでなってるんで、まず、まあ、そうですね、黄色、結構明るめの黄色で最初は全体をやっていきましょう。ですね、で人間に近い部分は一番明るい白でいいかと思うんで、黄色をこのちょっと人間の手前で、人物の手前でこう止めるぐらいの感じ で後から外側にかけてちょっと濃いめの色を足していくようなイメージですね。
これは本当に背景とか顔は面積が多いんで、塗る面積がこの熊取筆の台とかね、本当に大きい筆で塗ってあげること塗ることをお勧めします。本当ちっちゃいのだと本当日が暮れてしまいますんで、炎の感じ今から出していきますよ。今ただ黄色だけなんでね。色を重ねることで深みが絵に出てきますね。あんま水含ませちゃうと紙がヨボヨボになってきたりするんで、水は最小限で、これも何回か塗ってみて感覚をつかんでって感じですよね。もう人間に近い部分は結構水多めで、あ、ていうか水多めというかね、絵の具少なめで塗ってあげてください。ではここから色を変えていきます。今このレモンイエローだったんですけど、こっちパーマネント、え、違うな、なんだっけな。濃いめのパーマネントイエローディープみたいな感じになりますね。はい、これを次足していきます。これでグラデーションがつくんですね。グラデーション、外はあくまでめっちゃ濃い色ですね。内側になるにかけて、薄い色に変化させたいということです。ですね。さあ。でこう色紙を持ち替えて自分の塗りやすい方向に変えて塗ってあげてくださいね。さあこれで一色入れただけでちょっとこうおっって感じだね。ちょっと火の感じが出てきたんじゃないかなっていう。こんな感じですね。さあもう一段階濃い色いきます。これオレンジです。はい、オレンジ。さあオレンジを乗っけます、この端からね。さあさあ、ついにこの火の感じが出てきたんではないでしょうか。さあさあさあ、いい感じじゃないですか。本当に歩く情熱大陸みたいな方なんで、ぜひ本当パワーもらえるんでね、見てみてくださいね。そう言ってて、何にも響かないかったら申し訳ございませんということで。ちょっと色戻してあげてもいいです。今パーマネントイエローディープでちょっと最後に塗ってます。さあ最後ですね、赤、この赤で、締めていきます。赤でじゃあ端から締めていきましょう。これはかなり炎の感じに出てるんじゃないですか。さあ炎の光沿化ですから燃え盛ってるイメージでいきましょう。いつかこの絵をね、ちょっとプレゼントしに行きたいっていう僕の考えがあります。企んでます、一人で。まあアドに言ったらいっって感じで言われるんでしょうけどね。マジっすかっつって、行きますと、行きますよと。
何回かこう色も、戻しながらうまいことグラデーションになるようにやってくださいね。オレンジに戻ったり、一番明るい、イエロー、レモンイエローに戻ったりですね。最後に濃い色をこう端に入れてあげると絵がキュッと締まるんで、やってみてくださいね。こんな感じですかね。炎のイメージできてませんか？炎になってますよね。これでこのグラデーションで炎は完成です。このワンピースのね、エースの絵とか見ていただくと分かりやすいと思います。ワンピース本当に参考になるんで、上手ですよね、表現が。小田栄一郎さん。最後な感じですね。炎のイメージができたんではないでしょうかと。あと水分多めの色でこうなじませてあげるのもいいかもしれませんね。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ最後、この服ですね。綺麗なブルーですね。ブルーブルー乗っけていきます。で、このシャツにも薄くストライプの、模様を入れてましたので、こう浮き出るわけですね。はい、こんな感じで浮き出るわけです。ハンカチーフまでやっちゃいました。でやっちゃった時は水彩絵の具は、この水を垂らしてあげて、ティッシュかな、これ限界ありますんで後で白で塗ります。今日ちょっとやらかしてますね、だいぶ。こうやるとちょっとね抜けるんですね、色が。こうティッシュに抜ける、水を垂らして抜いてあげるということですね。ハンカチーフまで塗ってしまいました。はい、いい感じで仕上がってきてますね。色塗りまでやっちゃうとかなり時間かかるんですけど、ぜひお時間ある方、興味ある方見ててくださいね。もうちょっとで終わりますよ。こんな感じで、はいはいはい、ね、この白浮き出ましたね、見事に。はい、ここまで来ましたら、もうちょっと濃い色でこのベストですね。でちょっと結構明るい目の色でネクタイ最後締めで入れますか。でネクタイのこのネクタイテカテカする素材で作られてるんで反射が多いんで、こういう感じで、ね、反射のハイライト入れてあげます。そうですね。で最後この白のカッターシャツの陰影をこれグレーで出してもいいんですけど、ちょっと僕はいつも水色系で、やってあげてます。こっちから光当たってるんで、こっちに顔の影が落ちるとですね。はい、こんな感じで、はい、こんな感じですね。はい、では最後です。仕上げです。仕上げは、以前もお伝えしておりましたカラーコピックで、塗って仕上げとなりますね。はい、この絵の具だけでは僕はですけどね、ちょっと最後、
細部まで塗り込みたいんで、そういう場合はちっちゃい筆でもこんな感じになるんですけど、これでも十分ちっちゃいんですけど、僕はコピックの方が勝手がいいんでコピックで塗ります。でまず影入れましょうかね。影はこの E-33 です。 E-33 これをできます。で肌色を一番最初に塗った理由今お伝えしますけども、水彩絵の具ってねちょっと乾きが遅いんですよね、水含むんで。はい。でこのコピック入れる際に、ね、乾いてる部分に塗ってあげないと紙がヨレヨレになったりボロボロになったりしてくるんで、一番見せたいのは顔、そして、一番こう陰影をつけたり描き足すのが顔なんですね。なので、顔を一番最初に塗ってあげる。そうすると、このコピックを入れるこの背景とか描いてる間ですね、背景服とか描いてる間に顔が乾いてくれるんですね。で、今度こちらで、影細部の描き込みをやっていくわけですね。はい。でこんな感じでこうですね。はい。でこの首の下、顔の下ほうれい線の描くところですね。ほうれい線で、大きい物体の下には強い影が入りますということで、一番強く入るのはどこでしょうかということですね。鼻でもなくね、この目の涙袋でもなく、この顔の下、顎の下、首のところですね、一番強く入りますので、その黒も入れてると思うんです。黒からの色で、次一番大きい物体が来てるのはこの鼻かなと思います。鼻の下にこう入れてあります。まあ、写真ではねそこまでわからないんですけど、イラストにする際はこれぐらいやってあげると、立体感がついて、まあ、キャラクターっぽく仕上がります。まあ、自分の中で、しっかりと影がこう当たってるからこっちに入るっていうのを理解して上で影の色をつけてくださいね。こんな感じですね。こう来てこう来て。まぶたの厚みを表現します。このちょっとしたところですけどね。インクがなくなってきました。足しましょう。かなりちょっと 色塗りまでやってる長い動画になってますけどね、本当に。はい。色足すとき、ここ閉じたままでなく開けてあげてください。この閉じたままで空気圧がこう溜まってこう溢れてくるので、からこれ外してやってもいいんですけど、めんどくさい時は本当にこのままやります、ね、これぐらい、2,3 プッシュぐらい、ゆっくりですね。これゆっくりやらないとドバッと出てくるので、はい、足してあげて、さあ今まだ E-33 ですよ。そうですね、まあ大体終わってるんですけど、ね、手か手ですね。あともう一点、乾いてないとこう、あら、はい、ではラストスパートです。まずこれで、E-33がだいたい終わりですかね。こうですね。で、そうです。水を含んでる状態でこれ塗っていくと。
このコピクの先がダメになっちゃうこともありますので、ぜひ乾いてからやるようにしてください。あとじゃあピンクを入れていきます。この唇ですね。ピンクです、ピンクの色味を、耳でしたり唇のあたりに強めに入れていきます。ですね。で、若干歯茎が見えたかなっていう感じで、こう歯茎をね、こうですね。はい。で、耳と、耳はピンク目強いですよと。あとまあほっぺ、あとこの指ですね。あ、下唇ですね。こう入れてあげると、はい。で、耳もう一段階ちょっと22、今のが21、これ男性の唇とかにおすすめの色です。で、次1段階濃い 22R22 で、耳もう1段階いっちゃいましょうかね。はい、これぐらい濃いかな。で、R の20、これでなじませてあげましょう。これを輪郭の方から顔の中に向かってですね、やってあげてくださいね。跳ねるとこうグラデーションがつく。この置いたところが濃くて跳ねたところが薄くなるん で、この輪郭の部分をから置いて、中に向かって跳ねるということを意識してやってください。そうですね。これ、慣れるまで難しいテクニックですので、ぜひ何回もトライして少しずつ慣れてってください。ですね。涙袋ね、今影には E の33という濃い色が入ってるんで、それと肌の、水彩絵の具の肌の色をなじませる、ことを今やってます。こうですね、こうですね。どんどん肌と影が馴染んでいきます。さっきのパキッとしすぎてるんでね、これを馴染ませましょう。まあ、ピンクで馴染ませるのを結構おすすめします。はい、ですね。かなりいい感じで馴染んできたんじゃないでしょうか。これね、ピンク強く入れすぎるとまたちょっとめっちゃ赤い人間に肌にもなっちゃうんで、ほどほどですけどピンクでなじませようということで、あとはこの E の11でもなじませましょうかね。これはもうちょっと陰影がついてきますですね。終盤でございます。皆さん大丈夫ですか？見れてますか？ちゃんと、もう皆さん見てないですか？見てください。こうですね。これも輪郭から上に向かってですね、さ
さあこれでだいぶ仕上がってまいりました。この E の00で今の E の11をもっとなじませられます。あくまで私がいいかなと思った色なんですけど、皆さんもなんかいろいろこれ以外にも色たくさんありますんでね、コピック、カラーコピックですね、はい、試してみてくださいね。はい、この歯のとこにも影が入りますので、私はこの E の71で、目ですね、目とか、目の白い部分、真っ白じゃないんですね、これハイライトが本当真っ白な部分、真っ白な部分ってのは本当に少なくて、この鼻の頭のちょんとした部分ですとか、本当に光がマックスで当たってるところがハイライト、白、真っ白なんで、目の目ん玉の白っていうのは、目ん玉って本当真っ白じゃないんですね、ちょっと色味が影がついたり色味が入ってるんで、それを表現してあげたいですね。でこれを、まあ、僕 W の3このグレーで入れるのもいいんですけど、これよりも E の71の方が温かみのあるちょっと、赤寄りの、グレーになりますね。これを使って最後にこうですね、こういう感じで入れてあげる。ほらこれで陰影が出ましたね。眉毛はこれと最後グレー入れてあげましょうかね、はい、でこのシャツの色とかはこのウォームグレーの W3、 シャツは別に赤みとかいらないんで、これで最後陰影もう一丁バチッと入れてあげて完成ですかね。でちょっとこのネクタイの色もこれで陰影つけてあげるんですね。さらにこのシャツの感じを、コピックも油性なんでこの、ダーマトグラフの白が浮き出ます。こんな感じでしょうかね。これもさっき抜いたんで白がいい感じで出てます。ウォームグレーでもう一段階影入れて締めてあげる。こうですね、さあこんな感じで、今回のモデル鴨頭義人さんの完成になります。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで、カラーのですね、際は、仕上げていくイメージとなります。はい、まあ、今回似せる力、色付けまでカラーリングまでペン入れカラーリングまでやらせていただきました。ありがとうございました。この色塗りまでさせていただいたのがかなり久々の動画になります。はい、どうでしたでしょうか。色まで見たいという方もいれば、まあ、いつもの感じの白黒だけでも別にいいよって方もいれば、様々だと思います。皆さんまたそれコメントでお声を聞かせてください。カラーもっと見たい、ここをもっと見たい、似せ方もっと見たい、ね、パーツの描き方もっと知りたい、ここのパーツの描き方知りたい、そういうのをまたコメントいただければ、動画にさせていただこうと思いますので、ぜひまたどんどんコミュニケーション、我々と取っていただいて、このチャンネルがもっとより良いものになっていくことを、願っております。はい、ではこの動画が、少しでも役に立ったという方、ぜひグッドボタンをお願いいたします。はい、そして、チャンネル登録まだでしたという方、チャンネル登録の方もぜひお願いいたします。はい、これからもどんどん、アドの、
超絶リアルおしゃれな絵ですね。そして私の、早書き、手書きの早書き、可愛いタッチの似顔絵ですね。こちら2本立てでこれからも、お絵描きうまくなろクラブ続いていきます。そして街角スケッチでしたり、また個展とかね、展示会行ってみたとかね、これからどんどん、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん今後も我々の活動に、ぜひ目を向けていただいて見ていただいて、どんどん絵を上手くなっていきましょう。こちらの動画ですね、おゆしの動画見れば見るほど上手くなります。そして描けば描くほど皆さん上手くなります。ぜひ続けて、継続が何よりも力になりますので続けていってください。我々も続けて絵を描き続けていきますので、研究をし続けていきますので、今後ともお絵描きうまくなろクラブをよろしくお願いいたします。はい、それでは今日はここまで、ご覧いただいた方々ありがとうございました。ぜひまた、次回の動画も見に来てください。それでは今日はこの辺でお別れです。さよなら。我々のソーシャルメディアもぜひフォローお願いいたします。 OUC2017 ではお絵描きが上手くなりたい方への情報を常にシェアしています。そして我々個人のアカウントもぜひチェックお願いいたします。過去の似顔絵でしたり作品を掲載しておりますので、我々が普段どのような絵を描いているかチェックしていただけます。似顔絵のオーダーもこちらのダイレクトメッセージから受けたまわっておりますので、ぜひ遊びに来てください。